おはようございます。ただいまの出席議員数は22人全員であります。これより本日の会議を開きます。これより日程に入り、日程第一、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は会議規則第81条の規定により、議長において2番坂本君、15番田中君の2人を指名いたします。日程第二、一般質問を行います。順番7、5番森下君、はい、5番森下君。おはようございます。おはようございます。本年最後の一般質問になります。本年の、振り返りまして、一番最も印象に残っておりますのが、ロンドンパラリンピックで、男子100メーター平泳ぎで銀メダルを獲得されました中村智太郎選手の活躍だったと思います。9月5日のですね、新聞には彼はですね、市のフェイスブックの書き込みを読んで、勇気づけられたというふうにインタビュー記事が載っておりました。市のですね、フェイスブックもだいぶ認知をされてきておりまして、更新作業の方も大変だと思いますけれども、ぜひとも、担当課の方には頑張っていただければというふうに思いまして、一つ目の、質問に移らせていただきたいと思います。今回、一般質問1項目目としまして、リース方式によります LED 照明の導入で、節電対策についてお聞きいたします。東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、エネルギー政策の大きな転換が課題となり、電力分野だけでの問題ではなく、社会全体で考えなければならないテーマとなっております。電力消費が多大な我が国におきまして、逼迫する電力事情を背景に、省エネ対策として公共施設への LED 照明の導入は積極的に検討すべき課題といえます。また LED 照明の導入は電気料金値上げによる財政負担の軽減を図ることにもつながります。11月26日、関西電力は家庭向け電気料金の 11.88% 値上げを経済産業省に申請、企業向け電気料金も平均 19.23% 引き上げるとしております。しかし、LED 照明への切り替えとなると、照明器具が高価なため、予算確保に時間がかかることが予想されます。また、導入できても、初期費用は重い負担とならざるを得ません。逼迫する電力事情と省エネ対策を推進するために、こうした事態を打開したいところです。その一つの手法として、民間資金を活用したリース方式によって、公共施設への LED 照明導入を進める動きがあります。LED 照明導入により、削減された電気代をリース料に回すことにより、新たな予算措置をすることなく、電気料金の節減相当分でリース料金を賄うことを可能とするものです。例えば、大阪府では、幹線道路の照明灯をすべてリース方式による LED 化を進めており、府市協調して取り組むことになっております。よって本市でもリース方式による LED 化を進めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。次に2項目目になります。学校など公共施設の非構造部材の耐震化についてお尋ねします。学校施設は児童・生徒などが一日の大半を過ごす活動の場であると同時に、災害時には地域住民の応急避難場所としての役割を果たすことから、その安全性の確保は極めて重要であります。特に地震による被害から児童・生徒を守るため、建物の構造体の耐震化が進められており、本市でも学校やその他の公共施設、構造体の耐震化は進んでおります。しかし、近年の大震災の被害状況を見ると、地震の時、校舎などの建物が持ちこたえたとしても、天井や照明器具の落下など、
いわゆる非構造部材による被害が発生しております。文部科学省や関連機関による実態調査によりますと、建物自体など構造体の耐震化は比較的進んでいるが、非構造部材の耐震化は大幅に遅れていると言われています。そこで本市における非構造部材の耐震化への取り組み状況について次の点をお聞きいたします。1、非構造部材の耐震化はどの程度まで進んでいますか。2、非構造部材の点検の実施状況とその結果及び対策はどのように取り組まれていますか。3、非構造部材の点検耐震化対策に対する国や県の財政支援制度はありますか。以上のことをお聞きしまして、私の第1回目の質問といたします。5番森下君の質問項目1、リース方式による LED 照明の導入に関する質問に対する答弁を求めます。総務部長。皆さんおはようございます。リース方式による LED 照明の導入で節電対策をのご質問にお答えをいたします。庁舎の照明機器につきましては、過去に経費削減節電等に関し議会でご質問等をいただいており、その必要性は十分認識しておりますが、財政状況等の事情により現代に至っております。さて、議員ご承知のように本庁舎の耐震補強工事が平成25年1月から当該工事に着手し、平成26年3月末に完成する予定でございます。完成したその後、空調機器の老朽化に伴う機器取り替えの計画をしており、その際、照明機器につきましても取り替えについて検討しているところです。また、市民安全課所管の防犯等については付け替えがすでに進んでおります。議員ご提案のリース方式による LED 照明の導入につきましては、今までに選択肢の一つとして検討したことはございませんが、今後、リース方式を導入した場合に、リース料金が電気料節減相当分で賄うことが可能か、LED 照明機器の低価格化が進んだ後、購入の方が得策か、または他の有利な照明機器がないのか等、先進地の取り組み状況等々、多方面から研究、検討を重ねてまいりたいと思いますので、ご理解賜りますようお願いいたします。建設部長。おはようございます。幹線道路の照明灯リース方式による LED 化についてお答えします。道路照明の LED 化については、維持管理費用の軽減化を図れるとの認識は持っていますが、初期費用が高額になると考えられますことから、財政状況を考慮し、これまでのような有利な交付金事業を活用するなど計画的に取り組んでいきたいと考えています。議員ご提案の初期費用が平準化されるリース方式による LED 化については、今のところ踏み込んだ検討を行っていません。今後、先進的事例や本市に照らしたトータルコスト等、詳細に研究検討を進めたいと考えます。5番森下君、再質問ありますか。はい、議長5番。5番森下君。はい、ありがとうございます。それでは、再質問をさせていただきます。もう少し具体的に、他の先進地のお話を挙げさせていただきますと、千葉県に茂原市という市があります。
シゲル原っぱの市となりますが、人口約9万人のところで、平成24年度の新規事業として、20ワット型蛍光灯の防犯灯7450灯すべてを LED 化、LED の防犯灯に交換しまして、実施時期は7月末から9月末ですべて終了となっております。事業の方針は10年間のリース方式として、設置後はリース業者から茂原市が賃借するものとしております。10年間のリース料は税込みで合計1億3235万6000円で、1棟当たり17766円、1ヶ月で換算しますと1棟当たり約150円になります。メリットとしましては、電気料金は1棟当たり月100円程度削減できること、故障しにくい長寿命であること、年間2000件程度あった修繕依頼にかかる労力を削減できると、さらに限られた資源の有効活用ができると、これらのメリットがあります。茂原市の平成23年度防犯灯の電気料金は2194万円、玉切れなどの年間修繕依頼が約2000件あり、修繕費は1188万円ですが、リースにするとこれより当然安くなるとなっております。さらに職員のですね、業者への修繕依頼など年間100時間ほど作業時間がかかってきましたが、これも極端に少なくなっているということでありました。これらの例を見ますと、いいことばかりであるというふうにも思いますが、橋本市としては今電気代、街路灯のですね、電気代というのはどれぐらいかかっておるか教えていただければと思います。建設部長。当初予算で計上させていただいておりますが、本、現在のところ見込みとしましては600万円程度に年間になるというふうに考えております。小森下君。はい、ありがとうございます。この LED 化することによって、だいたい電気料金は半額まで下がるというふうに言われておりますが、ですので600万円であれば300万円まで年間下がるという、まあ、単純に考えればそういうことになると思います。さらにですね、やはり LED 化になれば玉の交換がすごく、必要でなくなるということでありますので、そのあたりのですね、いわゆる修繕費が大幅に、軽減されるというふうに思います。この点を考えましても、まあ、ご検討いただけるということでありましたけれども、この辺はやはり前向きに考えていただくというか、導入に対して何か障害になるようなことがあれば、逆に教えていただければというふうに思うんですが、いかがでしょうか。建設部長。まず経費的な面で申しますと、先ほどの事例というのは、いわゆる電気料金が重量制の場合かなというふうに思います。で、まあ、本市の街路灯につきましては、まあ、概ね定額制になっておりますので、今事例としてお出しいただいたことにそのまま当てはまるかどうか、これは検証の必要がございます。まあ、推測ですけれども、定額制であるがゆえにそこまでは電気料金は下がらないのではないかなというふうに考えます。それから、まあ、一般的なLED に変えた場合の電気の削減が、まあ、一番多いのは、まあ、白熱電球ですと、これも物の本によるんですけども、まあ、90% 近いその節減効果がある。まあ、一方で蛍光灯につきましては、まあ、25% 程度の、まあ、節減効果があるということですけども、まあ、こういった中で、経費については当然前向きに検証したいと思います。で、まあ、デメリットどんなものがあるかということになりますと、まあ、最近ずいぶん改善されたというふうに聞いてるんですけども、やはりLED の光の特性でやっぱり直進性が非常にあるということで、まあ、従来のふわっとしたその明るさではないっていう点が、まあ、どうであるかと。ただ、まあ、大阪市大阪府においても先進的な事例ですでにやっておられますので、まあ、そこらはもう事例があることですので、その辺も含めて検討したいと思います。それから経費の点でもう一点申し上げますと、
まあ、いわゆる取り替えにかかる費用でございます。これについては非常にまあ効果があるものと期待しております。これはやはり幹線道路等の照明につきましては、いわゆる高所作業車でないと取り替えできませんし、まあ、車線に規制を加えながらの取り替えになりますので、どうしても費用も高くつきますし、まあ、交通にもご不便をかけるというところで、 LED に変えますと格段にこういった取り替えにかかる費用が削減されると見込まれますので、トータル的に一度検討はしていきたいし、まあ、できるものであれば前向きに進めていきたいというふうに考えます。はい、5番森下君。はい、先ほどの部長からのお話もありますように、まあ、デメリットよりもメリットの面が大きいと思いますので、各先進地の例もあります。大阪府の話もありましたけれども、大阪府も試算を出してまして、LED に変えることによりまして、一般家庭のですね、年間2300世帯の電気料金の削減ということになります。橋本市の世帯が2万6546世帯というふうにホームページに載っておりますので、約10% の世帯の料金、電気料金をまかな、その分で削減ができるということにもなりますが、まあ、電気料金、先ほど言ったように、まあ、定額制ということでしたので、電気料金だけではなくてですね、そういう取り替えのための作業とかですね、もちろん温暖化に関しても有効的でもありますし、さらにこう資源を活用できる、長いことをその器具を使えるという点では、LED 化は進めていくべきだと思いますので、このあたり前向きにと言わずにですね、このぜひともこの、4月からですね、新年度からぜひとも実施に向けて、取り組んでいただければというふうに要望いたしたいと思います。まあ、道路だけじゃなしに、先ほども、総務部長からもありましたように、やはり庁舎なども LED 化するべきだというふうに考えております。福岡市ではですね、実際にこれ、試行的に、始めておりまして、消防局と観光局でですね、LED 照明をリース方式で導入されています。消防局といいますと、やはり24時間こう、24時間業務をしておりますので、やはり一日中電気がついているというところでもありますので、その分 LED 化の効果がさらに高いんじゃないかなというふうにも思います。これ消防局、今市の消防も定額制の電気料金になっておるんでしょうか。消防はい、今の、庁舎の電気代ですけれども、重量制だと、ちょっとはっきりとすみません、分かりませんですけれども、そして、まあ去年の10月に解除した北消防署にありましては、全館で172個の、照明器具使ってるんですけれども、そのうち、73個の、照明器具をLED で賄ってます、はい、そして、まあ、橋本消防本部の方は LED は使用してません。それで司令室、なんかは、24時間電気つけてますんで、またその辺も調査検討させていただいて、導入の効果と、検討してまた進めて行けるようでしたらまた検討したいと思います。はい、5番森下君。はい、ありがとうございます。省庁から前向きのご発言いただきましたので、ぜひともここはですね、やはり、公共施設、まあ、行政がですね、引っ張って LED 化を進めていただければというふうにも思います。まあ、特に耐震化市役所もこの市庁舎もですね、するということで、エアコンの方も交換されるということですので、どうせこう天井をめくるのであれば、もう LED 化も取り入れていただければというふうにも思いますので、このあたりも、まあ、今までご検討されたことはあまりなかったということではありますので、ぜひともこう検討課題として挙げていただいて、26年からですね、エアコンと
同時に並行して進めていただければというふうに、要望いたしまして、一つ目の質問を終了します。答弁よろしいか。はい、次に質問項目に、公共施設の非行動部隊の耐震化に関する質問に対する答弁を求めます。教育次長。学校など公共施設の非行動部隊の耐震化についてお答えをいたします。建物の天井台、外装台、照明器具等を総称して非行動部隊と言いますが、議員ご指摘にもあります東日本大震災での被害状況を踏まえ、文部科学省においてもこれら非行動部隊の耐震化としてその安全対策を緊急に講ずべきものとして天井台の落下防止対策が挙げられています。国土交通省では建築基準法に基づく天井脱落対策の規制強化案として、天井高さ6メーター以上の高さにある200平方メートル以上の吊り天井について脱落対策の対象とすることがなどが示されております。市ではこれまでのところ専門家による非行動部隊の点検調査を行っておりませんが、本市の学校施設におきましては天井台の脱落対策の規制の対象となる建物は現在建築中の橋本小学校および綾野台小学校を含めございません。また拠点避難場所となっている屋内運動場に関しましては、アリーナ部分の天井部には危険性が指摘されている吊り天井構造を採用しておりません。このことは各建物の図面および現地調査により確認をしているところでございます。また学校施設に関しましての非行動部隊の耐震化に対応可能な国庫補助対象事業としては、施設の老朽長寿命化対応を目的とした事業で、1校あたり7000万円以上の事業が対象となる大規模改造事業と、災害時の児童生徒等の応急避難場所としての防災機能の強化を目的とした事業で、1校あたり400万円以上の事業を対象とした防災機能強化事業があり、いずれも外壁、窓、照明といった非行動部材への対応が可能であります。現在市では議員ご承知のとおり、建物構造体の耐震化は学校施設については本年度をもって完了いたします。今後これら施設の老朽対応としての長寿命化対策が重要な課題であるとの認識の中、非行動部隊にかかる耐震化対応を含め、これら補助メニューの有効な組み合わせ等について研究をし、また市の財政状況等を勘案しつつ、計画的な実施に向け取り組んでいきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。5番森下君、再質問ありますか。はい、以上5番森下君。はい、ありがとうございます。それでは再質問させていただきます。先ほども文部科学省のお話が出ておりますが、平成23年6月ですね、東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備に関する検討会というのが開かれまして、緊急提言がまとめられました。その中で多くの学校施設において非行動部隊の被害が発生しました。特に致命的な事故が起こりやすい屋内運動場の天井材等の落下防止対策を進める必要があるというふうな提言がありましたが、まあ、今ご答弁いただきましたように、本市では、そういういわゆる吊り天井という天井の、屋内運動場とかはないということでありますので、そこはひとまず安心ではありますが、天井材、そういう吊り天井だけではなくてですね、本当天井板というのもありますし、照明器具もあれば、
さらには学校にはですね、テレビなんかも吊られておると思いますし、その他いろんなものが吊られております。先ほどもありましたように構造部材、外側の部分の耐震化は、もうほぼもう今年完了ということでありまして、まあ、我々もこれで学校は安全なんだというふうにも錯覚しがちではありますので、やはりこの非構造部材のことをですね、今回研究させていただく中で、この非構造部材の方もしっかり耐震化をしていかないと危ないということを、実感をいたしました。まあ、あの学校ではありませんけれども、昨日からですね、ニュースで話題になっております、中央自動車道のですね、トンネルの天井板の崩落というのもあれも非構造部材であります。やはり外から見て点検しているだけではわからないところも多いとは思います。ですので、まあ、これはもう市といいますか、もう公共施設すべてに言えることではあると思いますけれども、長寿命化という意味では、これからはやはりそういう修繕、補修というところにどんどんお金がかかっていくことでもありますし、そこに、これは避けては通れない問題ではあると思いますので、そこに費用がかかるのは、これは仕方ないということでありますけれども、しっかり命を守るという意味では、ここの修繕ですね、のための公共事業というところには、これからお金がかかっていくんじゃないかなというふうにも思います。文部科学省のですね、平成24年度4月の、校舎等の非構造部材の耐震化点検実施状況で、全国の耐震化のですね、点検実施率が発表されております。非構造部材では、実施率が 66% となっておりまして、和歌山県では 79% というふうには出ておりますけれども、もう一度すいません、学校施設の点検率ということになりますと、どのようなことでありましたでしょうか。教育事情、具体的な点検率といいますような調査は現在のところさせていただいておりませんが、常日頃から校長会等を通じて、学校の、まあ、文部科学省からもそういった非構造部材の点検チェックリストみたいなものも作成されておりまして、常日頃から校長会等を通じて学校の先生方に確認をお願いをしておるところであります。また設置者であります教育委員会といたしましても、橋本市といたしましてもですね、学校等から状況の報告等ありましたら当然のことでありますし、また定期的に点検といいますかを実施させていただいておるところでございます。5番森下君。はい、まあ、専門家によるそういうことはしていないということでありましたけれども、では、まあ、外側の構造部材に関しては耐震化を進めていただいてますが、非構造部材もこれからかけていくということでありますが、どこからまず手掛けていこうというふうにお考えなのか教えていただければと思います。どの部分からまず、耐震化といいますか補強といいますか修繕をしていこうと考えていらっしゃるのか、次ですね、構造部材の次の非構造部材に関してまず何が必要かというふうにお考えなのか教えていただければと思います。以上、教育事情。はい、先ほどの答弁でも申し上げましたように、ようやく今年度末をもって構造体の方の耐震をすべて学校施設につきましては終了いたします。ただし、まあ、教育委員会の中にも学校施設以外の教育施設もまだたくさんありまして、耐震対応ができていない建物もある中ではありますけれども、学校施設につきましては今後議員もご指摘のように維持管理の時代にといいますか入ってまいりまして、老朽対策ですとか大規模改修というのが必要、順次必要になってまいりますので、具体的にどの部分からというのは現在まだこれというものはございませんけれども、今後の長寿命化対応等を含めて、全体的の中で考えていきたいというふうに考えております。5番、森下君。はい、ありがとうございます。まだ具体的にここからというのはないとは思うんですけれども、お話を聞いている上ではですね、
まあ、やはり高度外、その外側の、耐震化が終われば、やはり、外壁などもいわゆる非構造部材になりますので、外から見ていると結構校舎などの外壁なんかが剥がれ落ちたりしているところもありますし、ひび割れしているところもありますので、まずそういうところも必要となってくると思います。ですので、まあ、私たちも子どもの頃から防災訓練というのは小学校の時もやりましたけども、今もしていると思いますが、危険な時に地震だという時にまず机の下に隠れろということになります。その時はなぜ隠れなあかんのかな、地震やったら外に逃げたらいいんじゃないかなと私も思ってやったんですけども、実際はそうやって天井が落ちてくるということがあるということであって、まずはこう地震が揺れている時には机の下に隠れろということだと思いますので、まあ、そういう見た目、天井が落ちてくるというイメージがなかなか子どもの頃は湧かなかったんですけど、そういうこともまたしっかり子どもたちにもですね、天井が落ちてくるから危ないから、まずは机の下に隠れるんだよということもお伝えていただければと思います。まあ、今学校施設ばかりお話ししましたけど、公共施設でありましたら、こういう庁舎のこともあります。まあ、耐震化をするということですが、この庁舎の耐震化というのはやはり構造部材の部分だけということでよろしいでしょうか。総務部長。現在のところはご指摘のとおりその通りでございます。ただし、まあ、先ほども申し上げましたように、天井とそれから空調機器の取り替えがございますので、その時点で、まあ、照明器具 も一緒にやっていきたいと思っておりますので、その設計時点でそういうことも考慮させていただいて一度点検させていただきたいと思います。5番森下君。はい、ありがとうございます。ですので、やはりこう使用こう守っていただいていると言いますか、運営していただいている行政のこの市長さん、市長者ですね、これもしっかり耐震化していただいて、市の役員の方々、職員の方々の命を守るということも大事になってくると思いますし、やはり、この議場を見ましても、この上の天井、議長の上のその天井などはこれは多分吊り天井になりますよね。これ、真っ先に危ないと思いますので議長隠れていただかないといけないと思います。皆さん方の上はこれ落ちてくると思います。こういうものが吊り天井と思いますが、でありますかね。違いますかね。他庁舎以外の公共施設で吊り天井を使っているというようなところはございませんでしょうか。総務省。まあ、実はその耐震化が済んでおります市民会館は吊り天井でございまして、その時点で当然その耐震化工事をする時点でいろいろ検討したわけでございますが、残念ながら全部改修をいたしますと新築程度の費用がかかるということで、これはもう諦めざるを得ないということで、完全改修は断念し出しております。ただし、まあ、何事かが起こってはいけませんので、できる範囲で、一応強化補強は行いましたということでございますので、まあ、吊り天井は市民会館は吊り天井を補強させていただいたということでございます。5番森下君。はい、ありがとうございます。市民会館吊り天井ということで、まあ、補強していただいたということで、まずは安心だとは思うんですが、まあ、どれだけの規模の地震に耐えられるかというのはあると思いますので、そのあたりはやはり完全に安心だということは言えないとは思いますが、まあ、会館といいますと東日本大震災の時にですね、東京の九段会館というところで、天井崩落事故がありまして、その時に卒業式が行われてましたけども、落ちてきた天井の下敷きになって講師である2人の女性が亡くなっておりますし、他の講師や学生ら20人以上が重軽傷を負ったという事故がありました。まあ、現在、会館の運営者に対して、遺族からですね、業務上過失致死傷罪のですね、訴訟も起こされておりますので、まあ、こういったこともあるということで、しっかりまたこの辺りですね、人が集うところでもありますので、また、このあたり危機管理を持って対応をしていただきたいというふうにも思います。まあ、学校のことを中心にお聞きしましたが、本当に子どもこそ人類の宝であり、未来は子どもたちにかかっているといった人がおります。何よりもこの橋本市のですね、未来を担っていただける子どもたちの命を守るという意味では、
特に今までも耐震化を進めていただいて、教育施設にはだいぶお金をかけてはいただいておりますけれども、やはりさらにこう子どもたちが大半過ごす学校施設でもありますし、そういうところの耐震化と、非行動部隊の耐震化ということも、しっかりとこう費用を、これから計上されると思いますが、このあたりは、もう耐震が終わっているからいいんじゃないかということではなしにですね、ここはしっかりとまた市当局の方々にも、非行動部隊も危ないんだということを認識していただいて、しっかり予算を、確保していただければというふうに、切望いたしまして、私の質問と終わらせていただきます。ありがとうございます。5番森下君の一般質問は終わりました。続きまして順番821番、岡君。はい、21番岡君。おはようございます。今回、2点、通告させていただきました。早速ではございますが、通告に従いまして一般質問させていただきます。1点目、保養省中、保養省中連携による一貫した態度教育の導入です。態度教育とは一見厳しいしつけを意味するように思われますが、挨拶等の基本的な生活習慣を教育として捉え実践して行うものです。ごく当たり前のことであり、本市においても各保育園、幼稚園、小中学校で普通に指導されていると思いますが、それぞれの学校で態度教育の考え方や捉え方で違いや教育方法の差異などが生じないよう、本市が考え目指していく態度教育を構築していくべきではないでしょうか。そしてその仕組みを義務教育のカリキュラムに取り入れ、連携した取り組みをしていくことが大切ではないでしょうか。全国で多くの学校が態度教育を取り入れることにより、学力の向上やいじめの問題など、直接関係ないと思われる事例にまで良い影響を与えているといった結果をよく耳にします。本市においても、おいて目指すべき態度教育とは何かを考え、独自性を持ち、一貫したカリキュラムを構築していくことが必要と感じましたので、以下質問いたします。小項目の1番です。本市において独自性を持った多くの態度教育があると思いますが、具体的な例をいくつかお教えください。2つ目です。基本、態度教育とは日常的なものであり、各学校でそれほどの差異は考えにくいと思います。しかし、独自性を持って行っている学校、本市以外の学校も含むと比べた場合、教育内容、結果などに差異が生じていると思われますが、いかがでしょうか。小項目の3番です。独自性を持ち、保養小中に一貫した態度教育が必要と考えますが、市全体の教育バランスを考えた場合、やはり教育委員会を中心とした対抗が必要と考えます。独自性を持つこと、生活規律を改善することは、全体的な教育レベルのアップになると考えますが、一貫した態度教育についてどのようにお考えでしょうか。大項目の2番目です。杉村公園の活用と、改修について、僕近く、杉村公園の近くで住んでるんですけども、非常に昔と比べて荒れているっていうのがすごくもう耳にしますし、自分自身もすごく感じるんです。それで質問にも伺いしもとうんですけども、道の駅の機能を持った、のような機能を持った駐車場を計画されているというのを聞いてますんでね、もうせっかくそういうのもされるんであれば、やっぱりこう、市の方だけではなくて、市外の方にも、やっぱり杉村公園には寄ってもらいたい、寄ってもらったけども、そのやっぱりこう、そういった施設をうまく使っていくためには、リピーターっていうのは非常に重要な部分だと思います。でも実際のこと、僕今のままじゃちょっとリピーターっていうのは来てもらいづらいって感じましたんでね、この質問させていただきます。杉村公園は長く市民の憩いの場として、さらには近隣の市町村から多くの来園者を受け入れてきました。しかし近年、駐車場の問題や公園内道路の幅員が狭い、さらには
赤松の立ち枯れや花がきれいではなくなった等の理由で、来園者数は減少しているように感じます。国道371号の開通に合わせて、杉村公園下に駐車場を整備し、道の駅にほぼ近い役割を持つエリアを計画していますが、肝心の杉村公園が現状のままでは、集客力に問題が生じるのではないでしょうか。今一度、市民、そして市外からも多くの方に来園していただけるような公園にするためにも、杉村公園の持つ役割を再検討し、新たな杉村公園を作り上げる時期ではないでしょうか。以上2点です。明確な答弁よろしくお願いします。21番岡君の質問項目1、態度教育に関する質問に対する答弁を求めます。教育長。まず本市における具体的な実践例についてお答えします。すべての幼稚園、保育園、小中学校において実施されているのが挨拶運動です。頻度に違いがありますが、教職員、園児、児童生徒が登園登校時を中心に取り組んでいます。幼稚園や保育園では園児同士の伝え合う力の育成や思いやりの心の育成などを目的に、ありがとうやごめんなさいを言えること、ルールを守りながら楽しく遊べること、はいと返事ができること等に取り組んでいます。小学校では礼儀や授業規律、掃除を大切にした活動等に取り組んでいます。例えば地域の方々と接する際の言葉遣いや、給食の際のいただきます、ごちそうさまの徹底、また清掃活動では児童と教職員が共に行ったり、児童が縦割りの班を構成したりしながら取り組んでいます。事業規律ではチャイムによる行動、姿勢、発表の仕方、事業の準備など各学校で大切にしたい項目を設定して取り組んでいます。中学校でも小学校同様の取り組みが行われていますが、発達段階に合わせたものとなっています。次に取り組みによる差異についてお答えします。各園においては遊びの中で場面を捉えた的確な援助が必要です。どんな場面でどのような声かけや支援を行うかなど、職員が共通理解のもと保育を行う体制が作られているかが問われます。また小中学校においても同様で、職員の共通理解のもと設定した取り組み項目を継続的に徹底して行うかどうかによって差異が出てきます。また児童生徒の実態から学校だけでは取り組みの推進が難しい場合もあります。その場合、保護者や地域の方々にも協力いただきながら取り組むことが大切なことです。一例ですが、高野口中学校では長年自転車通学の際にヘルメットをかぶらない状況がありました。学校では生徒指導主任を中心とした指導体制のもと、登下校の際の指導を行ってきましたが、なかなか改善が見られませんでした。しかし地域の方々や保護者の協力を得て組織された地域教育コミュニティとともに、学校が共同で取り組みを行いました。このことにより長年の課題が解決されました。このように継続的に徹底した取り組みを関係者、関係機関と連携して取り組むことで効果を上げることができると考えます。次に、一貫した態度教育についてお答えします。各園では幼稚園教育要領、保育所保育指針に基づく道徳性の芽生えを培う取り組みが行われています。小中学校においては、学習指導要領に基づき、道徳の時間の指導を中心に、学習活動全体を通した道徳教育の中で、各学校の
児童生徒の実態に合わせた重点価値項目を設定して行われています。その中で、橋本市として目指す子ども像を設定し、市全体で取り組むことは大切なことであると考えます。今後、園、学校と協議を行うとともに、保育園を所管する子ども課とも連携して、具体化してまいりますので、ご理解をお願いいたします。21番岡君、再質問ありますか。はい、議長、21番岡君。はい、ありがとうございます。どうしましょうかね。まず、じゃあ、小項目の1番から、まあ挨拶運動とか、まあ、あの小学校とかね、いろいろ行っていただいているのは、もうね、自分も地域に小学校があるんで、子どもたちが挨拶してくれるっていうのは、非常に朝、気持ちよく感じてるんですけども、ただ、この、活動内容にその差異が生じてるっていうのは実際ないんでしょうかね。例えばその挨拶をこう自分が感じたことなんですけども、3年ぐらい前にちょっと恩師の、中学校の時の恩師の先生のところに遊びに行ったんです。それも約束もなしに、とある中学校へ、僕の自分の母校ではなかったんですけども、そしたら自分も初めて入る学校やったんですけども、その生徒さんがね、通るたびに全員挨拶してくれる。だ自分はその変な話関係者ではないので、入ったらちょっとまずいんかなと思いながら、職員室どこですかって聞いたら案内までしてくれたんです。だすごくこう気持ちのええ学校やなっていうのがすごい感じた学校もあれば、その挨拶しても挨拶してくれへんかったっていうような思い出のある、こう自分のそれは自分のね、こう知ってるとこやったんですけども、ちょっと用事で行ったら半分ぐらいの子は挨拶してくれたけども、半分の子はちょっと不審な目で見られるというか、まあええ大人が中学校に知らん人入ってきたら怖いんかなと思いながら歩いとったんですけども、ただ挨拶ってそういった防犯の面でもこう非常に役に立つっていうのかな、それも昔から言われてるんですけども、そういった点でこの活動内容にこう差異っていうのは実際生じてないんでしょうかね。その辺ちょっと1点1番のことでお聞きします。教育上、はい、各学校によりまして、その挨拶運動っていうんですか、挨拶のさせ方に取り組むあり方に若干差がございます。例えば子どもにおはようございますって言うてほしかったら、先生がみんなおはようございますって言うべきです。ある先生はおはようって言うて、そういう違いも一つの違いかと思います。私自身の経験では、5年間最後小学校で校長したんですけれども、まず子どもにおはようございますって言うてほしかったです。だから毎朝、通学路に出て行って子どもたちにおはようございますって挨拶を続けました。最初子どもはおはようっていう子どもも大変多かったです。そのうち顔を見たら必ずおはようございますという挨拶に変わってきたっていう、そういう印象を持ってます。だから学校で子どもにどんな挨拶をしてほしいんかっていうことを一回きっちり意思統一して、どういう取り組み方するかっていうことをやっぱりきっちり決めるべきだと思います。今言われたきっちり挨拶できる学校はきっちり挨拶させているはずです。その挨拶の意味もしっかり伝えているはずです。できたらその挨拶も笑顔を添えてとか心を添えてとか、そこまでやっぱりその行為に意味を込めるというか、そういう指導もこれから徹底していく必要があるのかな。態度教育って質問を受けて改めてそういうあり方をもう一回検討していく必要性強く感じています。そういう意味で挨拶一つ取り上げても学校に違いがある。で保育園、幼稚園、小学校、中学校、どういう一貫性を持ってやっていくのか、そういう話し合いの場も、今、小中一貫、いわゆる幼小連携、高小連携、そんなやってますので、その辺そういう観点でもしっかり一貫性を持てるような話し合いできると思いますので、今の違いを前提として、それをどう乗り越えていくのか、そういう話し合い、機会をぜひ持っていきたい。そういうふうに思います。
21番岡君。はい、ありがとうございます。態度教育ってこうパッと聞いたらきつい言葉に感じるんですけども、その自分たちもその小学校の時に嫌な思い出の一つとして、運動会の時にね、こう足並みが揃ってないってよく怒られたんですわ。でもそれは僕態度教育とは違うと思うんです。それはもちろんね、小学校なんでバラバラで、それはそれで個性ではええと思うんですけども、本当にその先ほど教育長おっしゃられたみたいに、その挨拶の意味とかね、例えばほんまに靴を揃えることの意味っていうのもちゃんと教えてあげないと、それは本当の態度教育じゃないと思うんです。ただ単に子どももやらされてる感になってしまうし、何のためにやってるのかが分からへんかったら身にもならない。やっぱりやることには一つ一つ意味があって、そして僕結果も伴ってくると思うんです。だそこまできっちりと教育っていうものを作り上げていってほしいなと思ったので、この質問させてもらったんですけども、特にね、その2番に移るんですけども、僕こんな専門家にこういうことを言うのはあれなんかもしれません。例えば佐世保市なんかね、佐世保市さんなんか、教育委員会がね、もう独自にそういった特育教育のカリキュラムっていうのをもう教育委員会さんから出されてね、でも取り組み始めてたりだとか、で、教育長もよくご存知だと思うんですけど、和歌山の城北小学校ですかね、かな、立用やっとんかな、大師ですかね、立用ね、で、本市では三石幼稚園さんも立用されてますよね。だそういったこう特別というか、別に特別ではないんですけども、ちょっと違った観点からやってるその態度教育、特育教育っていうのもね、どんどん取り入れていったらいいんちゃうかなと思うんです。でそれによってここにも書かせてもらったんですけども、学力の向上とかね、そのいじめとかそういった問題にもそのある程度の効果を示してるっていうのも実際よく耳にします。以前文教でもね、福井県の方に視察行かしてもらったんですけども、やはりその教育レベルが高いところは非常にそのこの態度教育というか、生徒さんの挨拶とか背筋が伸びてるとか靴を添えて非常によくできてる学校っていうのは、自分ら議員も見に行かしてもです非常に感じましたんでね、やはりこういったその態度教育って言葉ちょっと厳しい、きついかもしれないですけど、本当にごくごく一般のそのね、しつけ、その日の日常の態度っていうのは大事だと思いますんでね、ぜひとも先ほどもいいお答えもうたんで、これ以上言うことはないんですけども、本当に教育委員会で一貫してね、そのまずはその教える側の先生にその意味と結果を知ってもらうっていうのかな、先生方が意味もただやったらええっていうようなことではやっぱり何の効果も発揮できないんで、その意味と効果結果もその一貫してこういうのを目指しましょうっていうのは教育委員会で作り上げていくべきだと思います。僕はそうじゃないと学校によってまちまちになってしまうと、それは子どもたちにとっても不利益になるし、やはりいいものを作り上げていこうっていうんであれば、もう全体的なものを一つにまとめて、そこに向かって一つのところに向かっていくっていうのは非常に大事なんでね、その辺は、先ほどいいお答えを申したんでよろしくお願いします。ちょっと3番で1点だけ気になるのはね、その保育園幼稚園で例えばですよ、例えばの話、それは小学校でもいいです、一生懸命こう先生方が頑張って教えていただいても、例えばですよ、小学校に上がった時にできなくなってしまったり、例えば小学校でできとったことが中学校になってできなくなってしまったり、もちろんそれは発達の過程でいろんなその大人になっていく心境もあるし、自分もそれは経験してるし、よくわかるんやけども、せっかくやっぱりこう覚えてできるようになったことがまたできなくなった時にどう対応していくかっていうのかな、それで僕は一貫性は必要だと思うんですよ。やっぱり続けていく、で先ほど教育長がおっしゃられた通りで、本当に発育段階に合わせてはその指導の仕方、そして考え方、捉え方、それはもう本当にまた教育委員会で一貫して、そして本市独自のものを作り上げていってほしいと思うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。教育長、はい、先ほど21番議員おっしゃられたように、この態度教育っていうのは圧をかけてやるものとちゃうと思っています。
その態度の良さをしっかり伝えて、そして良かったっていう体験させることが本当の態度と心の結びついたものになっていく、それがもうこの態度教育に臨む指導者の基本的な立場やって、そういうふうに理解してます。橋本氏の子ども眺めて本当に共通するものを作り上げていきたいと思います。一つどれだけいい取り組みしている中学校あるんで、その事例ちょっと紹介してもいいですか。ある中学校ですけれども、今年から給食始まりました。給食始まりました。で、その校長先生はこの給食を通じてしっかり生徒指導したい、そういう願いを持たれたんです。で、ある時中庭に牛乳パック一つ掘ってあった。これはあかんって校長先生気づいてすぐ電光集会したそうです。牛乳パック1個で電光集会した、その学校の願いっていうのはすごく生徒に伝わったそうです。そしてつい最近給食にみかん出た、廊下にたった一つだけみかんの皮を落ち取った。その時校長は不在だったんですけれども、教頭以下がこれではあかんって言って自分らで判断して電光集会したって言ってました。そこまで徹底した取り組みしていただいている学校があるんで、そういういい取り組みをお互いに紹介しながら、いわゆる手法を学ぶということが絶対必要ですんで、その辺もいわゆる目標と手法と合わせて協議しながら橋本氏独自の方向性考えていきたいと思いますので、またご支援のほどよろしくお願いします。はい、以上。はい、岩岡君。はい、はい、ありがとうございます。本当に教育長今おっしゃられたみたいにね、大人が子どもたちにその上から目線といった言葉悪いですけども、上からその教え込むんではなくて、その子どもたちが子どもたちのプラスになる、最終的には自分がその自分にとってプラスになる、それが態度教育だと思うんです。本当にその子どもたちのことを考えて、大人が同じ目線で、先ほど言いましたけど、教育長おっしゃいましたけど、やっぱりおはようございますと言ってもらう、子どもたちに同じ立場で言うと思ったら、やっぱり僕、先生もおはようございますと言ってほしいなというのは実はあったんです。で、やっぱりそういうね、子どもたち目線でやっていく態度教育で、橋本氏独自の、態度教育っていうのをね、本当にこれから作り上げていくとね、10年後20年後橋本氏の子どもたちがね、大人になった時にね、みんなの宝になると思いますんでね、どうぞ本当に一貫した教育を作り上げていくよう要望いたしまして、1番の、質問を終わります。この際10時45分まで休憩いたします。2項目まで。
休憩殿に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。次に質問項目に杉村公園の活用と改修に関する質問に対する答弁を求めます。建設部長。杉村公園は昭和46年に供用が開始された面積約 12.7 ヘクタールの総合公園です。遊歩道や吊り橋などを整備し、四季折々の景色が頼める公園として、また市民の憩いの場として利用されてきました。 しかし議員お正しのとおり、近年公園への来園者は減少しているように思われますが、原因につきましてはさまざまな要因が考えられます。公園駐車場までの道幅が狭く、車の乗り入れが困難で、駐車可能台数が少ないことや、樹木が生い茂り公園全体が暗く鬱蒼とした感じであること、またトイレについても古い建物であるため利用しづらい等の要因が考えられます。公園内の赤松の立ち枯れ等については伐採費用として、この12月議会に534万円の補正予算を計上しています。また現在社会資本整備総合交付金事業で実施しています杉村公園駐車場及び多目的広場の整備事業では、国道371号バイパスから直接出入りできる計画を進めており、完成しますと杉村公園へのアクセスの改善や駐車台数の増が図られることとなります。橋本氏の名誉市民で世界的な数学者である岡清博士の記念館と杉村公園の今後の整備計画についても市内部で検討を進めています。ただ公園全体の抜本的な改修には多額の費用を要することから、当面は予算の許される範囲で四季を通して楽しめる公園に少しずつでも手を加えていきたいと考えますので、ご理解のほどよろしくお願いします。21番岡君、再質問ありますか。議長、21番岡君。はい、ありがとうございます。正直、四季折々の景色はございません。杉村公園は昔、自分が小さい時には四季折々の草花が咲きましたが、今は、そういったものはほんの少し見受けられますけれども、四季折々の景色というのは桜が非常にきれいですけどもね、それ以外秋とかはさほどきれいな花は咲いておりません。正直な話、めでるものはございません。一番気になるのはね、その費用が限られている中で、その担当の方もで、シルバーの方も、造園屋の方も、造園さんの方もね、非常に一生懸命やってくれてるのは非常に感じます。草刈りに関しても伸びてきてお話しすれば買ってくれますしね、最低限活用できるようにはしてはいただいてるんですけども、ただ本当に残念なのは、自分が小さい時っていうのは三幸辻の駅から多くのね、郊外から市外からの小学生が列をなして杉村公園に遠足に来てた光景をよく目にしました。実際で、自分らは小さい時に、自分らが本当に身近であった公園やったんで、あ、杉村公園ってよそからも来てくれるんやっていう思いがあって、同世代の子供たちが来て、学校どこから来たんとか言うて話したのもよう覚えてます。自分近くで住んでますけども、今そういった光景は全く見受けられません。僕ね、すごい残念なんです、杉村公園って。これ、橋本市で言うたら本当にすごい大きい公園じゃないですか。で、大事にしていったら本当に多くの方が来られる公園やと思うんです。ただ今は地元の方、市内の方すらね、僕これが残念、これ本当の話ですよ、
残念な話、杉村公園でどこって聞かれました。それもその近くの方です。近くの新興団地に新しく引っ越しされてきた方なんですけども、岡さん杉村公園でどこにあるのって聞かれました。で、何があるのって聞かれて僕は答えられなかったです。僕非常に残念なんです。これやっぱりね、今杉村公園本当にコンセプトがなさすぎますよ。何を目的とした公園なんやと、どういった公園にしていきたいんやっていうのが全くなさすぎて、実際現状がコンセプトがないもんやから本当に雑木が生えてしまって、何をしたらええのっていう声になってる。子供で、実際子どもたちが夕方まで遊べる公園じゃないです。大の大人が冬の今の時期に3時ぐらいに公園内歩いたら怖いですよ。そういった現状を考えたら、やっぱりコンセプトを持って、自分自身はそのせっかくその道の駅に近い駐車場を作ってね、やっていくっていう構想もあるんであれば、そこに郊外の方が来られたら杉村公園も見ていかれると思いますわ。その中で現状でね、もう一回行きたい公園と思えるかなって考えたらすごい疑問です。それはお金かかるっていうのも分かるんやけども、僕の個人的な意見で大変申し訳ないけど、かけなさすぎ違うんかな。やっぱり市民の憩いの場であるっていうのも大事やし、やっぱりそうであるべき公園じゃないんかな。公園っていうのはそういうもんじゃないんかなと。で、今、多くの、ね、方が退職されて、簡単に歩いてはる方も杉村公園たくさんいらっしゃいます。でもね、やっぱり道が悪かったり、実際資料館の前の道って6月ぐらいにいたら苔生えるんです、アスファルトに。これ本当の話ですよ。つるつる滑って、正直な話歩くのも怖い、車登るんかなって、それぐらい苔が生えてる状況も実際起こっとるんです。僕本当にね、一番残念なのは、市内の方が今公園に遊びに行くときってどこに行かれるか、これ部長ご存知ですか。ちょっと答えていただきたいんですけど、今僕ら世代のお父さんお母さん方が休みの日に公園連れて行くって、どこの公園連れて行かれてるか知ってます？建設部長。建設部長。具体的には存じません。21番岡君。ぶしつけな質問して申し訳なかったんですけど、実際ね、聞くのがね、まず神津家公園で、このことね、神津家公園よりもね、もうちょっと五条寄りの、ちょっと公園の名前忘れましたけどね、川沿いにあるね、公園あるんですわ。そこ行ったらね、風船膨らんでね、屋根あってポン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 跳ねるんですわ。その辺に橋本市内の お母さん方はね、土日に行ったらしょっちゅう連れて行かれてます。実際お話聞いてたら、先週も行ってたよっていう話をよく聞くんですけども、杉村公園っていう名前は上がらないですよ。市内にこんなええ公園あんのに、みんな市外に行っちゃう。僕ね、こういう現状はね、僕すごい悲しい。やっぱりこう杉村公園っていうのをそのちゃんとしたコンセプトで位置づけて、ちゃんとやっぱりその予算はそれはかけれないかもしれないですけど、年々決めてね、やっぱり予算はかけていくべきだと思うんですけども、市長どうでしょうか。市長岡議員の再質問にお答えをしたいと思います。杉村公園の問題でございます。確かに言われとるのは一つも間違いでございません。その通りであります。うっそうとしておってね、ブラジルへ私行ったことあるんですが、このジャングルとよく似ております。従いまして、6月頃ですか、私も行った時にこれは具合悪いということで、夏頃でした、夏過ぎでしたが、
職員何十人という方をこう養成して、まず松の木ね、これの調子の悪いやつを全部まあ黄色やないかということでしたことがあるんです。ところがその膨大すぎてね、150本か200本もあるんですよ。でそんな中で我が目らはまあ行ってやったところが20本か25本ぐらいでした。1本の木が2とも3ともあるんですね。でそんなことでこれは歯が立たないということで、まあ2回3回でようしなかったわけでございますけども、やはりそのまあ見た感じはもう雑草だが下からもうこうつくつく場合に生えておるのがあんなんは公園やないですね。まあ私とらの南の山があるんですけども、それしかよっぽどね景観がええだけね、まだ国さんから東に面してね、まあほんで杉村公園行かなくて南の方へ最近行っとるんですよね、一般の市民は。まあそんなことでやはり橋本市の杉村倫之助さんがご起訴いただいた立派な何であるだけに、やはり今構想内部で練っておるんですけども、やはりこの池の下で駐車場と、そして岡清先生の記念館をまあどこかへ建てていくと。で私は岡清先生の建てたら対外的にもね、これはやっぱり人が来るんですよ。今の公園だけでね、人がよそから来なさいよってなかなかね、資料館もありますけども、あれの資料館ももう中半で小さくてね、足のやり場ないほどねなってますわな。これもまあそのうちには建て替えしなければならないと思いますけども、そしてメタセコイアっていうんですか、アメリカの木が、ね、12、3本ありますな、あれらももうね半分いかにしないとね日が当たらないんですよ。下の方の桜なんかももうひょろひょろしてます。それを桜を生かそうと思ったら、メタセコイアなんかももう半分いかに切ってしまってね、しないかんのじゃないかなと思ったり、あるいはそのツツジなんかもまあだいぶあるんですけども、ツツジも日陰のためにみんな下の方が跳ね上がって枯れてしまってね、ひょろひょろしとるんですね。でああいうのはやっぱりね、株から切って芽を再生してね、新しい芽を出してこんもりしたようなね、このツツジでもサツキでもそういう形のものを作っていくことが公園であろうと思うんです。でこれにはやはり膨大な予算がまあ入ってくるわけでございますけども、まあ岡さんの言われたことは間違いがございませんので、これからまあできるだけ検討した上で、まあ年次計画のもとにですね、もう少し市外からでも、私ら市会議員の当時にはよそへ知らずに行きますわな、そうしたらもう必ずその市の一番へ公園へ連れていただけるとね、連れていただいてすることが経験があるんですけども、よそからこちらへ市会議員の委員さんの、まあ、橋本氏へ視察に来るんですけども、それはまあ皆さん議長さんもご存知だと思うんですが、杉村公園案内できない状態ですな。来てこれ何度よって言ってえらい恥かくだけであるんで、まあできるだけここ早期に、他府県からもどんどん、まあ、来ていただいたお客さんに対して杉村公園を、まあ、見ていただけるというようにしていかなければならない。それは今度駐車場から岡清先生の問題、もう立てながら、あるいは私上の方でこの屋外の音楽のステージですね、ああいうものをやっぱりこの舞台だけは作ってね、あんなんは屋根はいりますけども、こんなんはお金がかかりませんので、
まあ、音楽、電気だけはいりますけども、そういうのを作って、野外音楽劇場じゃございませんけども、そういうステージなんかもね、やっぱり作っていくべきではないかなという考え方を持っておるんです。まあ、これらもお金はほとんどかけなくても、我が村でもね、この木、建てて屋根を張ってっていうことは、それぐらいの馬力があらないとね、よくならんと思うんです。まあ、いろいろ申し上げましたけども、やはり橋本市の唯一の立派な公園でありますので、できるだけ昔のように再生をしてですね、そして市民はもとより他府県からも来ていただいたときに胸張って案内できるような施設にしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。21番岡君。はい、市長ありがとうございます。前向きな、話として受け止めさせていただきますが、ちょっと一点、今現状こうなったのはね、やはりそれはもちろん行政が予算組の中で予算を削っていった結果こうなってるっていうのは実際あるんです。それは僕一定の理解はしてます。財政状況に鑑みてね、予算、公園事業の予算も削っていかなければならないっていうのは、それは、市民の税金ですから、まあ言うたら税金の投入に関して必要であるものと必要でないもの、もちろん考えていかなあかんのが行政の立場であるのは十分理解はしておるんですけども、やはりその結果杉村公園がこうなってしまったって、ここまでひどくなってしまったっていうのは僕反省する点でもあると思います。その副市長がよくスクラップ&ビルドという言葉を、以前、よく僕らも耳にしましたけども、やはり今は杉村公園に関してはもうビルドの時期に入ってるんじゃないかな。僕はそう思う。なんでかというと、新しい構想でこうやって駐車場の構想もしてるし、で371が開通することによってより郊外から市内からも身近な公園になり得るチャンスやと思うんです。だそのチャンスをこう今しとかないと、結局はあんな公園行っても仕方がないっていうイメージで終わってしまうんです。やっぱり初めて来た人、あ、ええ公園やなと思ったら来てくれますわ。でも一回見て、先ほど市長おっしゃったみたいに、これ何よってみたいになってしまうともう来ないですよ。でそんな噂も広まってしまう。だから僕は今本当にチャンスやと思うんで、今いいお答えとして受け止めさせていただきますんでね、今後ね、やはり以前のような活気のある杉村公園をね、作り上げていくために、ぜひとも、ね、方向性示していただいて、予算もつけていただけるよう要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。21番岡君の一般質問終わりました。順番9、22番中本正人君。はい、22番中本正人君。それでは通告に従いまして、一般質問を行います。医療事故等の対応と市営住宅の2項目についてお伺いします。まずはじめに質問に入る前に一言申し上げたいと思います。それは、厳しかった市民病院運営も、病院運営に関わる関係者の皆様のご苦労ご努力で順調に運営できる状態になってきていると聞いております。そのことに対しまして、心から敬意を表したいと思います。それでは質問に入りたいと思います。橋本市民病院の医療事故の対応についてお伺いします。医療機関においてあってはならない、起こしてはいけない医療事故が発生しているということをよく耳にします。
橋本市民病院においても過去にも医療事故が発生していますし、本年10月にも医療事故が発生しております。そこでお伺いしたいことは、橋本市民病院として医療事故について患者側に、また遺族側に対してどのような対応を取っているのかをお聞きしたいと思います。2点目としまして、市営住宅についてお伺いします。これまでの公営住宅法が昨年4月28日に改定され、入居基準も自治体の実情に応じて条例で定めることになりました。収入基準も全国一律の基準月収15万8000円以下の低所得者層であったが、収入基準も上限で25万9000円に引き上げられました。公営住宅法の改正に伴う自治体条例は来年3月末までに平定することが文献一括法で定められております。それでは市営住宅について伺います。1点目としまして、本市には36の市営住宅があり、エレベーターのついている住宅もあれば、本当に老朽化している住宅もあるということです。私の伺いたいことは、老朽化している住宅をいつ起こるかもしれない南海、東南海地震、住民の安心安全をどのように考えているのかをお伺いしたいと思います。2点目としまして、本市の団地戸数は921戸であります。平成24年9月1日現在で空き戸数は226戸であり、全体の 24.5%、 約4分の1が空いているということです。厳しくなってくる本市の財政を考えたとき、収入増にもつながる市営住宅を当局はどのように考えているのかをお伺いして、1回目の質問を終わります。22番中本正人君の質問項目1、医療事故等の対応に関する質問に対する答弁を求めます。病院長。議員お正しの医療事故等の対応についてお答えいたします。医療現場における医療事故を可及的にゼロに近づける努力が極めて重要であることは言うまでもございません。しかし、医療事故ゼロを現実化することは非常に難しく、いわゆる医療事故は単純なミスによるヒューマンエラーや知識・技術の未熟、経験不足などに起因する医療過誤と医師の裁量による判断の成果が期待に反する結果となるプロフェッショナルエラーなどに大別されます。特に近年の医療技術の進歩普及により、より介入度の高い医療が施行されるようになったことが、プロフェッショナルエラーの発生確率を増大させています。医療スタッフは、すべての患者の回復を願い、治療を行っておりますが、万一医療事故が発生した場合は、医療上の最善の救命処置を講ずることを
代志といたしております。当院では平成23年度に医療安全管理室を設置し、医療安全マニュアルを作成遵守することにより最善の対応を図ることに努め、患者や家族等の身体や精神状態を考慮しつつ、事実を正確かつ迅速に説明を行うことにしております。患者の健康維持回復促進などを目的とし、命を救うことを最大の目標に最新医療に取り組んでいますが、万一医療過誤が発生した場合は当事者だけでなく責任者も速やかに現場に介入して事態を把握し、冷静な判断のもとに関係者に対して誠実かつ真摯に対応し説明を行っていくことといたしております。いずれにいたしましても医療事故はあってはならないことと真摯に受け止めております。当院の基本方針にもあります、患者の権利を尊重し理解と納得に基づいた医療、安全良質な医療を心がけ、病院職員が一丸となって事故防止に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。22番中本雅人君、再質問ありますか。22番中本雅人君。はい、どうもありがとうございました。まず、それでしたですね、一問、初めにお聞きしますけども、私、医療につきましては本当に皆目ゼロということで、質問等の中で失礼な発言、また間違った発言をするかも分かりませんけども、それはどうかご承諾されますようお願い申し上げたいと思います。まずはじめにお聞きしたいのはね、医療事故と医療過誤の違いっていうのをちょっと教えていただけますか。お願いします。病院長。まず単純なミスといいますか、薬を取り間違えたとか、あるいは経験不足で、ミスをしてしまったというようなことは医療過誤というふうに考えております。ただ、起こり得る、合併症といいますか、最初から患者さんに、ご説明して納得いただいたというようなものの中のその合併症が起こった場合、あるいはその不可抗力的な、ミス、これはプロフェッショナルエラーとしてどうしても避けられないものではないかというふうに考えております。はい、22番中本雅人君。岩田でも委員長がご説明いただきまして、医療過誤についてはよく分かりました。医療事故というのはどういうのですか。もう一度ちょっと教えてもらえますか。病院長。医療事故と判断するかどうか、これは本来は第三者機関がですね、客観的に判断するものであると。で、そこのその判断というのが非常に難しいので、日常非常に問題となっているところでございます。つまり先ほど申し上げたように、合併症とか不可抗力的なことは一定の割合でも起こります。で、これを事故というふうなことで捉えますと、医療の現場では萎縮すると、患者さんにいいと思って
ご説明をして納得いただいた事柄が結果として、まあ、悪い結果となった場合です、ね、まあ、それは先ほど申し上げましたように、納得、説明と納得ということで、まあ、行った行為が結果として不幸なことになった場合、それは事故なのかどうか、そこのところが、本来は第三者機関が判断するのが非常に公平だとは思うんですが、その現代今の日本の現状では第三者機関をどうこうするとかいろいろ国の方でも検討したり医師会の方でも検討したりされておりますけれども、現状のところではそういう非常に難しいそういうその判断ということになりますので、皆さんが慎重になられていると。で、まあ、一部その、まあ、事故ということで、例えば刑事事件ではないかということでも、まあ、皆さんもご存知かもしれませんが、産婦人科の大野事件というのがあったと思います。あれは警察が動いて、それで、なりましたけれども、結果としては、まあ、その不幸な結果ではございましたけれども、医療現場を混乱させるというようなことで、まあ、国民の皆さん方に、まあ、いろいろと考えていただくような事柄であったかと思います。そういう意味では非常に、まあ、微妙なといいますか、そのこれは事故か合併症か、まあ、不可抗力的なものなのかというようなところに関しては、はっきりと明確に線を引くことは非常に難しいと思います。22番、中本正人君。もちろん今、委員長が言われたように、それはよく分かります。私、今、お聞きしたのは、医療事故というのは、まあ、極端に言いましたらね、医療の上で、全家庭、医療する全家庭の上でね、の妊娠事故が医療事故とちゃうんですか。と私はそんなふうに感じてませんけども、まあ、これ間違っていれば感じてくださいね。まあ、これはそうです、結構です。次にね、ちょっと次にまたお伺いしますけども、本年の10月の末頃でしたかね、ちょ医療事故等があったと私聞いております。その時に、手術後、ね、窒息状態になり、ドクターヘリで左へ搬送されたと。しかし、残念ながら、その方は亡くなられた。そして、もちろん医者としては、死亡の原因ということで、まあ、死亡解剖ということで、警察へ届ける、これはもうどこの病院でも一緒ということですよね。そして、その明くる日に、警察が新病院へ事情聴取に来たということも、これもまあ当然のことだと思います。それでね、私言いたいのはね、こういう事故があって、亡くなられて、警察にも行ったという話の中でね、せめてね、我々議会、せめて所管のね、文書構成委員会ぐらいにはね、報告してくれてもいいんじゃないのかなと思うし、もちろん市長にも、これは先に僕は報告するべきだと思うんですけど、それに関してはどうお考えですか。お聞きします。管理者、病院事業管理者。ご質問の趣旨に対してのみお答えをさせていただきますと、医療事故が発生をしたということで、市議会にそのことを逐一報告するという事務慣習はございません。それは病院を連帯責任を負っております市長には報告義務があります。職員全部すべてのことを報告する義務があるわけですが、議会にはそういう慣習もそういう条項もありませんので、ご了承いただきたいというふうに思います。22番、中本正人君。まあ、そういう答弁だそれでけども、まあ、今
感じは言われましたよね。市長には早期報告してくれたんでしょうね。事故後どのぐらいで報告してくれたじゃないとね、市長ももし市民の誰かに新しいですね、事故が新しいですねって言うて知らなかったというわけにもいきませんからね。これはどの程度で市長に報告してくれましたか。お伺いします。管理者、病院事業管理者、医療事故が発生しました。今回のおただしのことについては即刻口頭で説明をさせていただき、こういう事故が発生したということの説明をさせていただいております。ただ事故の状況とそしてその交渉とか接触とかということは患者並びに遺族の方とただの一度も持ってございませんので、そういう経緯下のことについては報告はいたしておりません。22番、中本正人君。市長にはね、さっきね報告したということですけれども、私のちょっと聞いてるのちょっと違うけども、それはそれといいとしましょう。その中でね、その患者さんが亡くなられたということですけれども、その患者さんのお通夜にね、病院の幹部、管理者はじめ院長、事務局長が参列したけども、ね、お参りすることもできなかったと私は聞いておるんですけどね。でここでちょっとお聞きしたいのはね、もし市民病院で入院されていて患者さんが亡くなられた時は病院の幹部がお葬儀に参列するんですか。それちょっとお聞きします。病院事業管理者。はい、私はもうすでにもう病院での勤務が13年ほどになります。その間の中で、亡くなられたということで、通常の病の延長、治療の延長で亡くなられたということは全くタッチしておりませんですが、医療事故で亡くなられたということを判断されますと、私は墓前へ行って遺族、ご遺族の方とに、お詫びの言葉とそしてお参りをさせていただいております。この以上のお詫びというのは間違っておりましたというお詫びではなくって、思う想定される結果に至らなかって申し訳ございませんでしたというのが医療のお詫びになります。でもう過去何回かそういう経験がございます。22番中本正人君。ということは、医療事故ということで、お前に参列したということですよね。はい、結構です。そうなれば、医療事故となればね、もちろん先ほど、委員長が言ったかな、院内の安全対策委員会ですか、もちろんかけると思うんですけどね。そしてもちろん医療事故となれば公務員弁護士にもお話相談すると思いますけども、それ何回のそのこの件に関してね、委員会を何回開催されたのか、そして弁護士はどのように指示しているのか、それをちょっとお聞きします。委員長。そのお正しい議員お正しいのことに関しましては、現場からですね、私の方に報告が来まして、医療安全管理者というのが医療安全管理室にいまして、それと事務局長、私どもで、臨時の医療安全管理対策委員会を開くべきかどうかというのをすぐに検討しまして、医療安全管理対策委員会臨時に開きました。で、事実関係を確認して、で事実関係を確認した上で、医師で弁護士でもある顧問弁護士にご相談いたしました。で、その後は向こうさんのいろいろお聞きになりたいということに対しては誠意を持って聞いてくださいと
まあ、そういうことで指示をいただいています。ですから、このことに関しましては、先ほど管理者も申し上げましたが、そういったことがまだございませんので、このことに関してはですね、まあ、今のところ、議員がお考えのような、本当にこれが刑事責任も含めた事故であるのかどうかということは全く分かりませんので、それ以上のことはお答え申しかねあげますので、ご了承いただきたいと思います。はい、以上、22番、永本正人君。先ほど、まあね、管理者が移動事故というと、これはもう分かってますけども、それでしたらね、どちらに非があるんですかというのは、病院側として、ね、遺族側に説明、死亡せ、ね、説明責任をやるのが当然でしょ、そして、まあ、陳謝謝るんだから、まあ、そういうことも僕知って当然やけど、それしてないじゃないですか、それは私ね、というのは、それをするのが管理者のお仕事違いますの。病院側として、それをしなくて、相手側の動向を見てから動く、そんなおかしいことありますかね、これもし立場に変わってですよ、立場が変わったらどう思います、自分の家族で、それにどうですか、はい、病院長。私も先ほど申し上げましたけれども、何かの検査や手術をする場合は、ご本人、患者家族と、その危険性合併症について説明をいたします。それはですね、死亡することもあるということを含めての説明でございます。そこで納得いただく、十分な質問をしていただく、そういったことで同意書をいただいてます。で、その結果が不幸なことになった違った結果ということは、その合併症あるいは、命も危険なことがあるということも説明してるんです。で、それが事故なのかどうかということはですね、私はそれは患者さんや家族の考え方だと思う。理解と納得に基づいていた医療が行われたら、私は結果、不幸な結果になったあったとしても、それは私は事故にならないことがあると思います。そこのところを私はご理解いただきたいというふうに思います。はい、22番、中本正人君。ちょっと私、委員長の今のご答弁、私、あまり納得できませんね。もちろんね、手術する前には、ね、患者との誓約書も交わしてやりますよ、それは分かりますよ、それの上で、時には、ね、不幸な時もあるかもと思いますけども、それはそれとしてね、今回の場合は、医療事故ということで、ね、進んだでしょ、そして委員会の、ね、安全対策委員会も何回か開催されているんでしょ、そして弁護士からも、何かその言われておるんでしょ、それをですよ、一言もね、相手側に対して、お通夜に行っただけで、お前にもさせてもらえなくて、それは一回も言ってないと、私はおかしいなと思いますよ、それでね、これ言えるのは、多分49日が過ぎた後からだと私、思いますけどね、この時代になるんか。訴訟になるかは分かりませんけども、多分私、訴訟になるんちゃうかなと私、思ってますけども、それまでにね、やっぱり病院側として、精一杯の対応というのは、精神ね、僕は対応すべきと思うんですけどね、まあ、病院側の、まあ、答弁がそういうことですんでね、まあ、もう私、それ以上言いませんけども、僕はそれまでに、やはり病院側としての精一杯の対応というのは、僕はすべきだと、私はそう思います。ここでね、一平ちょっと、まあ、管理者にちょっとお聞きしますけどね、医療事故が発生したときね、患者家族から見た一番重要なね、点は何と考えますか。医療事故が発生したときに、患者家族側から
中本、22番中本君にちょっと、まあ、お話ししますけれども、病院側もこの件に関して事故があったかなかったかというのはまだ、判明がはっきりしてないので、あったかなかったかということについては、やはりこう全体のですね、病院の全体の過去のこの質問につきましては過去からの医療事故がどのような形であったかという質問でありますので、この今回の事故については病院側についても、事故であったかなかったかということがまだ今のところ判明していないので、時期早々であるかと思いますので、その点をはっきりと答弁をしていただきたいとこのように思います。はい、病院事業管理者。ちょっと先ほど議長さんからのお尋ねもございましたですが、ちょっと交通整理をいたしますと、例えば書物、厚生省の定義ですが、医療事故とはという定義なんですが、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む医療従事者の過誤、過ち、間違いですね、とか、過失があったかとかないとか、その有無を問わないと、有無あるかないかは問わないというのが厚生省の見解なんです。またその下記の場合を含むというのは、死亡、命の危険、病状の悪化、具体的な被害の及び苦痛、不安等の精神的被害が生じた場合、それから患者が廊下で転倒したとか負傷した、医療行為とは直接関係しない場合、これも医療事故です。医療従事者が、職員が針刺し等で、医療の被害を被った、これも医療事故です。で、医療行為による先ほど答弁で申し上げましたプロフェッショナルエラー、いわゆるドクターが何らかの形で医療行為をしたという形で発生した しますと、それが医療過誤、医療事故であるかどうか、そしてそれが過誤であるかどうか、ミスであるかどうかということは、次の段階で委ねやんと、即その場では、いわゆるプロフェッショナルの行為が正当かどうかというのが判断できないということになります。で、病院は今、お正しの お答えなんですが、医療事故が発生をしたということになりますと、いかにしてその発生が二度と起こらないような取り組みをするかというのが我々の使命なんです。ゼロにはできないんですけども、ゼロに極力近づけるという努力をやることが大事。で、それが先ほど答弁いたしましたように、医療今橋本市民病院では医療安全管理マニュアルとこういうのを作りまして、特別の認定を受けた看護師が専任で医療安全管理室というのを立ち上げて、そして各全体を見渡す仕事をしておるんです、おるわけです。で、どういう仕事かといいますと、もう数限りがあります、薬を間違えないようにとか、注射のトラブル、それから患者がパイプをこう引き抜くとか、それからベッドから落ちる、医療機材の設定の間違いとか、まあ数限りあります。今すごいあるわけですが、そのうちのドクターによるという件数というのは、本当は医療事故のうちのほんの一握りになるんです。で、通常医療界ではいわゆるそういうことのアンテナを高く職員が掲げるというのが大事でございまして、そのことをヒヤリハット報告というんですが、職場からヒヤリとしたハットとしたというのが、とにかく報告書でペーパー投げてこいというのが常に取り組んでおりまして、ちなみに本院でヒヤリハットはどれくらい発生するか、発生というか報告があるかといいますと、年間、去年1年間で397件のヒヤリハットが報告が現場から上がってくるんです。いわゆる
これは大体全国の同じ状況でして、一つの医療事故が発生すると、それの30倍のそれにやる軽微な医療事故がある。そしたらヒヤリハットはそのまた10倍、300件が通常一つの組織の中にあるというのが医療界の通説なんです。で、まあ、うちはそれ以上の報告がありますので、非常に職員はアンテナを高く掲げて、これ上がってくるたんびに1ヶ月分まとめて安全管理委員会を院内で開く。開いたのはまた現場に下ろすということを取り組んでおります。で、まあ、相当強い取り組みをやっておるわけですが、医療事故は起こるというのが実情でございまして、そして起こったらならば、先ほど申し上げました、その過去があったかないかということを、それは専門家に弁護士を入れるとか、それから通常はその鑑定人を入れるわけです。その患者側も鑑定を入れると、病院も鑑定を第三者評価に委ねるというのがあって、誤りがあるということになりますと、保証という話になります。で、それまでの大体全国的な期間っていうのは、2か年以上を要するというのが全国の今の大体の状況になっています。で、今回、話を戻しまして、今回のことなんですが、ただの一度も接触は持っておらないと、それは通常、まあ、ご遺族の方が落ち着いた段階で、一番最初は何から始めるかというと、事実の確認を双方でやって、医療は医療の説明をさせていただく、そこからスタートいたします。で、まだそこまで至っておらないという状況になりますので、まあ、ご遺族の方の落ち着きが持って、説明をさせていただきたいと、このように思っております。はい、22番、長本正人君。先ほどね、まあ、議長からもご指摘ありましたけれども、これは先ほどの弁護側もね、私の質問の中で、医療事故と認めているという話の上で、私は質問したんですよ。それがおかしいですかということだけ申し上げますが。それでね、まず先ほども1回目の答弁で委員長が答弁してました、その通りだと思います、やはり患者側に対して納得いく説明とか、ね、やっぱり事故後の対応を精いっぱいやる、これがまあ、ね、だということは、私もその通りだと思いますよ、それはそれでいいんですけどね、他方でもね、私、言いたいのは、もちろん病院を守ることもこれ、大事です。ですから、私、冒頭にも言いましたように、ね、あらゆる努力していただいて、ね、医保に、回ってる、運営して、これは僕は冒頭にもね、お礼も申し上げましたし、それはそうとしてね、ただね、私、言いたいのはね、もっとね、やはり患者側、患者家族側の、ね、立場になってね、誠実な対応してほしいなということを、まあ、私、そう願うんですよ。ここでね、ちょっとまあ一点ちょっと、まあ、例を挙げましたらね、私ね、先々月だったかな、私、新病院にお見舞い行きまして、その時に、私の知り合いの人と、奥さんと出会いまして、どうしたんですかって言ったら、実は高校で入院してっていう話でした。そして、その時、担当の医師に、もうあれ、去年の9月です、入院したの去年の9月でね、で、担当医師から、もう今週末が山やと言われたそうです。それで、納得できない奥さんは、医大へなんか変わったらしいですね。そして、まあ、医大で、まあ、見てもらって、そも今でも1年4ヶ月かな、なるけども、元気ではないですけども、もうね、動いたりはできませんけども、まあ、今も、まあ、おられます。そこでね、院長、長期したいのは、その時、また病院へ新病院持ってきて、もう1年なるんですけどね、その担当医がね、なんて言ったか、というのはね、その担当医は、その
家族に対してもうちょっとあんまり見てたらよかったな、こんな発言してるんですよ。これ委員長としてどう思われます？委員長、ちょっとまあ最初のこのこととはちょっとずれてきてるんで、私もちょっとこれ答弁しにくいんですけども、まあそういったことがあったということに対しては病院長として申し訳なく思います。以上です。22番長本正人君。はい、どうもすいません。もちろんね、私もね、この今回のこの医療事故を私責めているんじゃないんですよ。もちろん先ほども委員長が言ってたようにね、医療もね、これ人間がやることですから、これはもうね、ミスが発生しても事故につながる場合も僕はあると思います。で、ここで、ね、ちょっとね、僕私委員長にお聞きしたいですね。この医療従事者の、職業倫理というんですかね、医療従事者の職業倫理っていうのがあると思いますけども、ちょっと教えて、分かってはると思いますけど、もしあったら教えていただけます？病院長。私もですね、ちょっとそうすれば、外れたことをちょっと申し上げたいと思います。医師はですね、労働基準法違反で働いております。土曜日も日曜日も患者さんが悪くなれば、あるいは夜中も呼び出されれば出ていきます。当直月3回、待機5回、月に7、8回縛られてます。当直の次の日、手術のこともあります。医師は労働基準法にのっとった体制ではございません。当直の次の日、休みなどありません。その重症の患者がおれば次の日もまた、何十時間以上の長勤をしなければなりません。そういう悪環境の中の今のその医療崩壊の時代に、本当に安全な医療を提供したいと思ってもマンパワーがございません。まずその労働環境を変えていただきたいと私はまず申し上げたいと思います。マンパワーがなければ救急も取り、重症患者を見て皆さんの満足できるような医療は提供できません。中本君は通告に基づいた質問をお願いします。わかりました。はい、はい、どうもすみません。22番中本正人君。これまあ医療事故ということについてね、以前にもね、まあまあ医療事故があって、これ確かあれ委員会にも報告があったと思うんですよ。その時ね、まあ、病院側の答弁として処分することによって医師等が集まりにくい病院になるという答弁がありましたわね。あったと思います。そして先日も私管理者と話した時もそういう話してましたわね。してましたよ、そういうふうには。しかしね、私も、まあ、先ほど、まあ、院長も患者も言われてましたけども、病院側のね、まあ、職員とか、まあ、全くこの過失責任が起きたときね、何のお咎めもないというかな、それは僕はどうかなと思ったんですけども、まあ、これもこれで、まあ、結構です。まあ、これはこれで話します、もう終わりますけども。ただね、私言いたかったのは、先ほども言いましたように、決してね、先ほど この今回の事故等をね、私は病院側に私責めているんで本当にないんです。ただね、私はこれからもね、よりね、市民から、患者の皆さんから、信頼できる市民病院であってほしいということから、私はこの質問をさせていただきましたんで、それだけは私、理解していただきたいと思います。そして、まあ、最後になりますけどね、事
ことになってる、ね、最終的には、賠償とか、示談とか、そして訴訟終わった後はね、結果をまたこの報告していただきます、それだけ最後、お聞きしたいと思います。病院管理者、ちょっと申し上げておきますが、審議会は、このそういう病院の事故等について裁く場ではないということだけ申し上げておきますので、その点を踏まえた上で、はっきりとしたご答弁願いたいと思います。はい、管理者。病院管理者。先ほどもお答え申し上げましたように、これまで、今までですね、議会と病院経営との中では、医療の加護の内容等についての審議というのは、私はなじまないものというふうに思っております。で、これまでも、今まで、議会ですね、今までも医療加護が発生をして、保障をしたということになりますと、手術のための予算が上がってまいります、議会の方へは上がってまいります。で、議会の方で予算が上がってまいりますと、その内容たるやを審議するということになりますので、審議になじまないということになりますと、その時にはということで、これまでの慣習では、文教厚生委員会、または議会運営委員会に、その予算の内容をの対抗をしたためたものをご説明を申し上げるということがこれまでの慣例になっておりますので、その説にはその慣例に従ってご説明を申し上げたいというふうに思っております。はい、はい、22番中本正人君。はい、これをもって1番の質問を終わります。はい、次に質問項目に市営住宅に関する質問に対する答弁を求めます。建設部長。老朽化住宅についてのご質問にお答えします。本市は平成20年に橋本市営住宅ストック総合活用計画を策定し、団地別の活用方針をまとめています。市営住宅全体36団地927戸、用途廃止計画団地の12団地93戸、等の集約計画団地の6団地463戸、個別改善または維持保全団地の18団地371戸と位置づけ、平成29年までに372戸を削減し、将来必要戸数を24団地555戸と計画しています。平成24年9月1日現在、全体で226戸の空き家があります。このうち52戸は個別改善または維持保全団地で、用途廃止団地では32戸、等の集約計画団地では142戸がそれぞれ空き家となっています。橋本市営住宅ストック総合活用計画を進める上では、今後も引き続き削減しなければならない状況です。このような状況の中で、用途廃止計画団地や等の集約計画団地の老朽化住宅については、空き家空き棟となり除却が可能となれば、周辺への環境や防犯面を考慮し、建物の除却を行います。また老朽化した住宅については、居住の安全性を考慮しながら、入居者の意向に配慮し、個別改善または維持保全団地への住み替え等を橋本市営住宅ストック総合活用計画によって沿って進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。22番
中本雅人君、再質問ありますか。22番、はい、22番中本雅人君。はい、どうも ありがとうございました。それでは、まあ、お聞きしますけども、一応、まあ、一応 橋団地を、12住宅かな、これについてね、これをあの入居者入っていますけども、これにどのようなその周知していくんですか、この廃一応廃止予定になる12住宅について、どのように入居者に対して、どのようなあれをしていくんですか。建設部長。はい、市の方でストックの計画を立てまして、まあ、当面は松地住宅、これは党の集約団地になりますが、まあ、もっぱらそこに、まあ、あの労力をあれして、それから、まあ、具体的な施策を打ってきたところです。まあ、ところが、あの松地団地で5校、そういった党の集約を進めるために作ったんですけれども、なかなかうまくいかないというところから、9月議会、6月議会等でもご指摘をいただきました中で、今現在はこういった廃止団地の方にも徐々に、まあ、廃止の方向である旨のご説明もしながら、まあ、維持保全団地あるいは、個別改善の、まあ、残す団地の方へ移っていただくような方向性を徐々に出していきたいと思います。ただ今まではもっぱら松地住宅の方でやっていたもんですから、これからという話になるかと思います。22番中本雅人君。まあ、計画は計画で本当にいいんですけども、計画はあくまで未定ということの中でね、これを最終いつまでにやろう、こんな、まあ、実際のところできませんわな。実際のところは予定はありますけども、計画はありますけども、その中で先ほど、ね、部長が言ったあの松地住宅ですか、あの5校の一応まあ改装した、僕もじゃ見てきました。今回ずっとデモの一応あの住宅見てきましたんやけども、その松地住宅も 5校が新しく改装されて、なんか1校なんか400万かかっているっていうことになってますけども、全て空いてると。空いてないですわね。こういうのもね、もし私今この私の考えですけども、合ってるかどうかは別にして、やはり前にもってね、やはり調査してからでも僕は遅くないと思うんやけども、2000万からのお金かけて未だにまだ入っていないということについてどう考えますか。建設部長。その点についてもたびたびご指摘をいただいております。で、まあ、当初は松地住宅を一つのモデルケースとして党の集約を進めていこうという中で、松地住宅の皆さんに、まあ、ご説明会をしたりして、進めてきたんですけども、やはり、まあ、具体的にモデル的な住宅を建てないと具体的な話が進まないというところで、まあ、徐々に建てていったわけでございますが、結果としてしましてご指摘のとおり、貴重な予算を投入しながら1戸さえも移転が完了していないという状況に鑑みまして、もう松地住宅の中での等の集約ということではなしに、本市全体のストックの活用を進めるという中で、まあ、特に廃止団地の皆さんにこれから声をかけていきながら、廃止団地の方を進めつつ、投資しました松地住宅の5戸についても活用を図っていくということで、まあ、すでに具体的に一件、まあ、現場も見ていただきながら今移転の交渉等を進めている状況ですので、今後もその方向で進めていきたいと考えます。はい、22番中本雅人君。はい、よくわかりましたけどね、まあ、部長、普通考え入社から見た場合ね、新しくできてきれいになりましたよね、中も内装も外装も。そこで家賃についてはもちろん従来よりはもちろん上がるでしょ。もちろん移転、ね、転居せなあかん、それ もかかるし、そうなった時にね、若い人ご夫婦であれば、まあ、それも可能かも分かりませんけども、
ね、高齢者となればですよ、とてもの今よりも高い値段、家賃を払って引っ越してまで、それは僕はないと思いますよ、それについてね。それももっとやっぱり考え、まあ、失礼ですけども、まあ、もちろんまあ考えた上でやられたら、僕これはまあいいと思うんですよ、本当に。計画は本当にいいと思うんだけども、実際ね、そういう問題もあったら、なかなか入りにくいっていうこともあるんじゃないのかなと思うんです。ですから、仮にですよ、松井住宅に今現在住んではる人によっても、もちろん家賃もいろいろ違うと思いますけどね、仮にその今、新しくできた住宅に入ってもらうとしたら、相当なお金上がるんちゃいますの。その辺ちょっと簡単でいいですから。建設部長。はい、具体的に、まあ、交渉を進める中で、その問題に、突き当たりました。これはまあ公営住宅法の規定の中で動く話ですので、それに基づき計算しますと、家賃は上がることになります。もちろん、移られる元の家との関係で上がる、下がるとは一概に言えませんけれども、当然、上がることは予想されます。この家賃をどうするかというのが1点。それから、まあ、いろいろお住まいしている中で、まあ、個人的にいろいろ、まあまあ、これは許可取って、取っていただいた上ということになるんですけれども、まあ、少し増築されたりということで、まあ、新たな御戸を見ますと、今よりも狭くなるとかいうようなことですとか、あるいはまあ引っ越しにかかる費用をどうしてくれるんだとか、まあ、大きくはまあこの3点について、まあ、いろいろご指摘もいただき、ご質問もいただきました。まあ、この点についてはまあできる範囲なんですけれども、なんとかまあ少しでもお助けできるような条件提示も今はさせていただきながら、まあ、少しでもストックの活用が進むように、等の集約が進むように進めてはおるんですけども、なかなか、まあ、高齢者の方にとりましては、家が新しくなることよりもまずはその引っ越しそのものが非常にもう大変だという、心労も体的な負担もありますので、まあ、そういったところにも配慮しながら徐々にまあ進めていきたいというふうに考えます。22番、中本正人君。それでは最後になりますけれども、私も今回、この質問に当たりまして、すべての、まあ、住宅を見せてもらいました。その中でね、小矢部町の災害住宅、小田、向こう島等々がありますけれども、それとから、五毛ですかね、あこの住宅も、こういうところに関してね、払い下げ等はもう考えていないのか。ということだけお伺いしたい。建設部長。さまざまな諸条件がクリアできるんであれば、当然払い下げということも視野には入れたいというふうに考えますし、過去においてもそういう処分の事例というのはございますので、それも視野に入れて考えていきたいと考えます。はい、ありがとうございました。これまで終わります。はい、22番、中本正人君の一本質問終わりました。この際、1時まで休憩いたします。